2024年ステートオブ JS が出た。2024年12月16日ステートオブ JavaScript のアンケート結果がついに発表されたのだ。ステートオブ JS とは何なのか簡単に説明すると、毎年世界中の JavaScript ユーザーに向けて行われるアンケート調査のことで、最新のトレンドや人気のフレームワーク、使用状況などの分析を行うのだ。今回の調査期間は2024年の11月13日から12月10日までの約1ヶ月間で行われたのだ。みんなは回答したかな？どんな結果が出たのか早速一緒にチェックしていこう。今回はこの公式ページの内容に沿って解説していくのだ。上から順に見ていこう。まずはイントロダクションのページなのだ。ふむふむ。どうやら今回トップ3に輝いたフロントエンドフレームワークはいずれも10年以上前に誕生したものらしいのだ。1位はおそらくリアクトのことだと思うけど、2位と3位は何だろうね。これから結果を見るのが楽しみなのだ。それにしても10年以上前に誕生したフレームワークが今でもトップを維持しているのは驚きなのだ。フロント界隈の移り変わりは早いとよく言われるけれど、普遍のものもあるということを知っておくのはいいことかもしれないと書かれているのだ。エモいですね。それじゃ次のページに進むのだ。このページは T シャツ販売のページなのだ。みんなも T シャツを買ってステートオブ JS を応援しよう。続いてのページはデモグラフィックスについてなのだ。デモグラフィックスとは直訳すると人口統計という意味で、要するに回答者の基本情報についてなのだ。今回の調査には14,015人が参加してくれたとのことなのだ。まずは回答者の居住地を見ていこう。例年通りアメリカと答えた人の割合が最も多かったのだ。その次がドイツ、フランスなどのヨーロッパの国々が続き、日本は21位か。人数は150人とのことなのだ。他の項目を見ていくと、年齢や経験年数、会社の規模、年収などのデータがあるのだ。特に僕が気になったのは職種の項目なのだ。リスナーのみんなは SNS のバイオに肩書きなどを書くとき、なんて書いてるのだ？僕はフロントエンドエンジニアって書いてるんだけど、正直なんて書くのが良いのか毎回迷うのだ。今回の結果を見るとソフトウェアエンジニアと答えた人が一番多かったのだ。その次がデベロッパーで、さらにその次がフロントエンドデベロッパーだったのだ。ちなみにフロントエンドエンジニアという肩書きは8位だったのだ。さて続いてのページを見ていこう。次はフィーチャーズについてなのだ。フィーチャーズとは直訳すると機能という意味で、ここでは新しく登場したブラウザの機能や JS の構文のうちどれが広く使われているのかを知ることができるのだ。例えばぬる合体演算子やダイナミックインポート、リプレースオールといったメソッドがよく使われているようなのだ。一方でアレイのメソッドは全体的に使用率が低く、コメントを見てみるとローダッシュを代わりに使っているという人が多かったのだ。さらにセットメソッドに注目してみると、いずれも使ったことがないと答えた人が意外と多くいたのだ。理由はおそらくこれらのメソッドが ES2025 で登場したばかりでまだ広く普及していないからだと思うのだ。さてそれじゃあ次のページに進むのだ。次はライブラリーズについてなのだ。このライブラリーズの中にはいくつかのカテゴリーが用意されているのだ。一つずつ見ていこう。
まずはライブラリーズエクスペリエンス&センチメントについて見ていくのだ。このグラフはライブラリー全体の中で最も使われたものが何だったのかを示しているのだ。1位は Webpack で、2位がリアクト、3位がビートという結果になっているのだ。僕が驚いたのは、登場して間もないビートがすでにリアクトなどと肩を並べていることなのだ。また緑の線の部分はポジティブな意見を持っている人の割合を示しているんだけど、ビートはこの点においても圧倒的なのだ。さて、それじゃあ次のページに進むのだ。次はフロントエンドのフレームワークについてなのだ。ここでようやくイントロで言ったトップ3の答え合わせができるのだ。早速使用率のグラフを見ていこう。まず1位は安定のリアクトなのだ。他を大きく引き離して 80% もの利用率があるのだ。そして2位が Vue.js で、3位がアンギュラーという結果だったのだ。といっても Vue とアンギュラーはほぼ同率で 1% しか差がなかったのだ。っていうか、アンギュラーは2018年から減り続けていたのに、今年はいきなり 5% 増えているのだ。なんかあったのだ。それはさておき、次のページに進むのだ。続いてはメタフレームワークなのだ。まず利用率の結果を見ていくと、 Next.js がダントツで一番人気だったのだ。2位からはアストロ、ナクスト、キャッツビーという順番でランクインしているのだ。僕の予想としてはリミックスがもう少し上位に食い込んでくるかと思ったけど、今回は5位という結果だったのだ。それと面白いことに、使用者の満足度を示すリテンション率を見てみると、なんと Next.js は最下位から2番目だったのだ。圧倒的な人気を誇る Next.js と思われたけど、どうやら不満に思っている人もかなり多いみたいなのだ。さて、次のページに進むのだ。次はテスティングツールについてなのだ。利用率は1位がジェストで、2位がストーリーブック、3位がサイプレスだったのだ。ジェストは今のところ6年連続で1位を突っ走っているのだ。 B テストは4位という結果だったけど、その他の関心率、利用者の満足度、好感度においては1位を獲得したのだ。最後に紹介したいのは AI ツールについてなのだ。リスナーのみんなもかなり気になっている内容だと思うのだ。質問文は、AI ツールのうち普段コードを書くのに使っているものはどれですか？という内容なのだ。結果はチャット GPT が一番使われていて 67%、 次が GitHub コパイロットで 48%、 さらにその次がクロードで 23% という結果になったのだ。 AI 自体が新しい分野なのにもかかわらず、これだけの選択肢があるのはすごいのだ。来年もどのような変化があるのか楽しみなのだ。今回はステートオブ JavaScript 2024の結果を紹介したのだ。みんなは今回の結果を見てどう思ったのだ？動画のコメント欄でぜひ教えてほしいのだ。それじゃ次回もまた面白いニュースをお届けするからお楽しみに。バイバイ。見てくれてありがとうなのだ。いいねとチャンネル登録よろしくね。